では次3番、まあ、どの分類も大事なんですけれども、この3番の分類、まあ、次で説明する4番これねの分類もそうなんですけども、この辺りから特に大事になってきます。はい、まずこの3番、溶質による分類。溶質っていう言葉は分かりますかね。まあ、溶けている物質のことです。はい、で読んでいきますね。はい、水に溶けている溶質が、はい、常温、まあ、約大体20度ぐらいですね。はい、で気体、液体、固体のどの状態であるかによって水溶液を分けることができます。ね、はい、物が溶けるって言ったら大体みんなその砂糖とか食塩とかがやっぱり身近なんで思い浮かべます。うん、ああいうのはもう固体ですよね。はい、形のしっかりした固体なわけなんですけれども、うん、実は液体が溶けているものもあれば、うん、気体が溶けているものもある。うん、まあ、気体が溶けているので有名なのはあの炭酸水、あの二酸化炭素が溶けたあのソーダとかですね、あの炭酸水ですね、なんですけれども、あれは固体じゃなくて、気体が溶けています。はい、じゃあ、まず順番に見ていきましょう。1番、気体が溶けた水溶液。溶質が気体の水溶液には、はい、今言いましたね、炭酸水。はい、これは二酸化炭素が溶けています。うん、あと、さっき出てきたアンモニア水ですね。これはアンモニアという、これは実は気体なんですね。気体が溶けてます。はい。で、あと、塩酸。はい。これは塩化水素と呼ばれる気体が溶けてるわけなんですね。はい。なので、特にこの3つ、この気体が溶けた水溶液っていうのは非常に、まあ、あの重要というか、まあ、どれも重要なんですけども、数が少ないんですね。それほど多く、ないっていうよりも、テストで出るのはもうこの3つ、この炭酸水、アンモニア水、塩酸、ね、二酸化炭素が溶けている、アンモニアが溶けている、塩化水素が溶けている、この3つぐらいしか出ないですのでね、テストでは。なので、絶対にこの3つは覚えてください。はい、ちょっと重要なので書きますね。はい、気体。気体が溶けた水溶液ですね、溶けた水溶液、はい、まず炭酸水、これは身近なので知ってる人も多いですね。はい、中には二酸化炭素が溶けてます。で、アンモニア水、これアンモニアをね、なんか液体と勘違いしてる人が多いんですけど、これ気体です。アンモニアという気体ですね。はい、あと、まあ、これが一番テストに出るかもしれない、塩酸、これは今日後半で勉強する内容でもよく出てくると、水溶液です、ね、塩酸。はい、これは塩化水素と呼ばれる、これも気体です、はい、絶対とは言えないんですけども、この後ろに素という言葉がついたら、気体であることが非常に多いです。はい、ということですね、この3つは、何が何でも、はい、絶対に覚えてください。はい、何があっても覚えて、あの絶対に忘れないように、絶対に忘れないと、はい、ということですね。はい、ここは読むだけじゃなくて自分でしっかり書いておいた方がいいですね。はい、今ノートある人は書いてください。はい、では、続きに行きます。はい、これが、今1番、気体が溶けた水溶液。はい、次、液体が溶けた水溶液。これは数少ないんですけども、はい、液体が溶けた水溶液には、メタノール。まあ、これアルコールの一種なんですけどね。まあ、アルコールだと思います。アルコール、メタノールというと、メチルアルコール。はい、エタノール、エチルアルコール。まあ、アルコールでもいろいろ種類があるんですけどね。飲めるアルコールもあれば、飲めないアルコールも、ね、飲んだら死んでしまうアルコールもあるんですけれども。まあ、要するに、まあ、アルコールだと。いうことですね。はい、あとさっき出てきた酢酸、はい、
を水に溶かした酢酸水溶液、お酢のことですね、これは酢酸という、液体が溶けた水溶液、酢酸水溶液、ちょっとね、これを水溶液を除いても酢酸って言ってしまう場合が多いんですけれども、またはお酢ですね、酢と言ってしまいが多いんでちょっとややこしいですけれどもね、はい、この2つ、ですね、アルコール水溶液と酢酸水溶液はしっかり覚えてください。はい、で、さっきのこのね、1番の気体が溶けた水溶液、液体が溶けた水溶液というのはですね、例えばこの水溶液を、まあ、蒸発皿か何かにこうちょっと入れてですね、下から火を当てて、まあ、加熱してですね、水を蒸発させます。蒸発させても後には何も残らないですよね、だって気体ですからもともと目に見えないですしね、実際空気中に逃げていくわけだから、気体はもちろん何も残りません、で2番のこのね、液体もそうです、水と同じように蒸発してしまいます、特にアルコールなんていうのは、水よりも早く、蒸発してしまいますので、はい、当然何も残りませんということですね、はい、で最後、まあ、これが一番数が多いんですけれども、はい、固体が溶けた水溶液、はい、で、食塩水、はい、書いてますね、食塩水、砂糖水、硼酸水、水酸化カルシウム水溶液、石灰水の名前でよく知られてます、石灰水覚えてますかね、二酸化炭素のところで燃料にしました石灰水、はい、の、溶質はどれも常温、まあ、約20度ぐらい、ね、普通の温度ぐらいで固体ですということですね、はい、もちろんこれ数が多いので覚えようとするんじゃなくて、数が少ない、気体と、あとちょっと前には書いてないですけれども液体、ね、さえ覚えておけば、それ以外は全部固体だというふうに考えられるわけですね、はい、まあ、どの分野でもそうです、ね、数少ない方を覚えてしまう、多い方は覚えない、ね、多い方は覚えたもの以外だというふうに考えればいいわけですからね、はいはい、まあ、あまりね、身近じゃないようなこの硼酸水とか、この硼酸って言ったらね、こう虫を追っ払ったりとかするのにこう 使われるんですけれどもね、はい、あと、まあ、石灰水ですね、はい、こういうものは全部固体が溶けてますんで、はい、これらの水溶液を熱して水分を蒸発させると、はい、当然後に残ります、後に残ります。はい。ね。で、まあ、書いてあるように、まあ、食塩とか水酸化カルシウム水溶液とかですね。まあ、そういったものは、大体、あれですね。固体の色は、まあ、白い固体が残るわけなんですね。色が白いわけなんですけれども。中には、この砂糖がちょっと変わっててですね。固体が残ります。もともと砂糖って白いですよね。なんだけれども、砂糖の場合は、加熱するとですね、焦げて黒い炭のようになりますと、これもよく出るので、チェックしておいてください、はい、黒砂糖という言葉聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あれですね、この砂糖のようにですね、まあ、砂糖に限らないんですけれども、中に炭素と呼ばれる成分が含まれている固体っていうのはですね、加熱すると黒くなります、これも、ちょっと頭に入れておきましょうということですね、はい、で、この中には書かれてないんですけれども、水酸化ナトリウム水溶液っていうのもあるんですね、これ後で出てくるんですけど、これ非常に重要な、水溶液です、水酸化ナトリウム水溶液、まあ、これも固体ですね、はい、覚えておいてください、はい、ちょっとこれは追加しておいた方がいいですね、3番の、水酸化カルシウム水溶液の後にでもですね、水酸化ナトリウム水溶液、はい、追加しておいてください、はい、いいでしょうか。